Al-Burak is a holy steed in Islamic mythology, a creature from the heavens that transported the prophets. Most notably, Burak carried the Islamic prophet Muhammad from Mecca to Jerusalem and back during the Isra and Miraju or night journey, as recounted in Hadith. Literature. Then Ahiroshi Hayashi reckoned that Shotoku Taishi, or his original name was Umayato no Oji, or literally in Japanese it means Prince of Horse Stable, also taken by the Holy See to Devil's Tower in present day Wyoming, USA, almost in the same period. Today's video is about the very much mysterious steed which transported holy people in the history. あるブラークというのはイスラム神話においては神聖な馬を言います。一般にこの日本では天馬・ブラークと呼ばれています。その天魔ブラークは ともよく知られた話としてイスラムの預言者であるムハンマドを一晩にしてメッカからエルサレムエルサレムからメッカまで運んだとされていますイスラム教でいうところの夜の旅というのがそれでそのことはハーディス文学の中にも書かれていますが私林博はあの聖徳太子つまり 馬宿の王子もほぼ同じ頃その馬に乗せられて現在のワイオミング州にあるデビルズタワーに行っていたと考えています今日の動画はそうした聖なる人々を運んだ聖なる馬つまり天馬ブラークについてのものですなおこの情報は名前不詳のある 視聴者の方からいただしました広ママ・浜ティ・ジャパン最初に日本で最も聖なる人物つまり聖徳太子またの名を馬雇の王子と ムハンマドの不思議な関係について説明しておきます聖徳太子です馬屋の戸の前で出征したので馬屋戸の王子あるいは馬屋戸の王子と呼ばれていますそしてムハンマドですある日のこといつものようにムハンマドが 洞窟で瞑想をしていると突然天使ジブリールキリスト教名ガブリエルが現れムハンマドは正体不明の力に締めつけられますそして天使はムハンマドに読めと命じますしかしムハンマドは商人として仕事をしてきたため教育の機会がなく読み書きができませんでした というようなところからイスラム教の物語は始まりますで今ご覧いただいているのが聖徳太子とムハンマドの年代記ということになりますほぼ同じ頃に生まれてほぼ同じ頃に亡くなったとされていますで念のため 聖徳太子が建立したとされる法隆寺とイスラム教のメッカカーバー神殿のキューブの中心点からナスカ高原にラインを引いてみます右がナスカ高原ですそのナスカ高原には正確に法隆寺の方向を示す滑走路とメッカカーバー神殿の キューブの方向を示す滑走路がありますナスカ高原ですこのあたりは世界の拠点となっている大きな山々からのラインが集まっているところです左上の白いラインは法隆寺から引いてきたラインです短いですが法隆寺を示す滑走路がここにあります そして右上の黄色いラインがメッカカーバー神殿のキューブから引いてきたラインですこの黄色いラインはこのプラットフォームの上辺部と正確に重なりますつまりこのプラットフォームはメッカカーバー神殿のキューブの方向を示しているということになりますそして2本のラインはここで交わりますこのように 2箇所からのラインが同じプラットフォーム上で重なるということはその2箇所が何らかの関係で関係し合っているということを示唆しているものと私林宏は判断しています林宏のナスカ理論によるものですその聖徳大使は現在の USA の ワイオミング州にあるデビルズタワーへ行っていましたその証拠が英福寺に残っているこの一枚の絵です左に見えるのがデビルズタワーそして聖徳太子は馬にまたがり白い雲のようなまあ亀のような乗り物に乗ってそのデビルズタワーへ行っていましたこれが現在のデビルズタワーの写真です 上が A 福に残る聖徳太子像の絵です。左下がワイオミングのデビルズタワーの現在の写真です針葉樹の木の表現の仕方も一致している点に注意してくださいそういう私林浩の説に対して一般には永福寺に残る 聖徳太子像の絵の中に描かれているのは日本の富士山であると説明されていますワイオミングのデビルズタワーなのかそれとも富士山なのか一目瞭然です皆さん自身の素直な目で比較判断してみてくださいどう見ても富士山には私には見えません一方 どう見てもこの永福寺に残っている聖徳太子像の中に描かれている山はワイオミング州にありますデビルズタワーということになりますそこで今度はワイオミング州にありますデビルズタワーの頂点からナスカにラインを引いてみます黄色いラインは メッカ,カーバから白いラインは法隆寺から引いてきたラインですその同じプラットフォームの左下に注意してください黄土色のラインはこれはデビルズタワーから引いてきたラインですデビルズタワーからの滑走路は長くてちょうだいですそしてこの滑走路は正確にワイオミング州の レベルズタワーの方向を示していますこうしてメカ・カーバーライン法隆寺ラインそしてデベルズ・タワーラインが一つのプラットフォームに集まります緯度経度はここに示しておきますから皆さん自身で確認してください最も,もこれだけの 事実をもってですねこれら3箇所が相互に関連し合っているとは断言できませんしかし関連し合っているのではないかという疑いは濃厚になります話をムハンマドに戻します聖書と歴史の学習館ウェブサイトには次のようにあります ある晩ムハンマドがメッカのカーバ神殿の塀の中で寝ていると天使ジブリールが現れムハンマドを天馬ブラークに乗せてカーバ神殿からエルサレムの神殿まで連れて行きましたそしてムハンマドは神殿の岩から昇天します天国へ登る途中では旧約聖書のアダムやアブラハムモーセイエス キリストなど8人の預言者たちと出会いそして最後に神アリラーと席巻しますムハンマドは神アリラーから御言葉を賜り再び天馬ブラークに乗ってカーバ神殿に戻ったという伝説もありますと天馬ブラークについても 簡単ににに説明しておきまますすファンタジー辞典は次のようにあります預言者ムハンマドを乗せて高速移動する天魔ブラークはイスラムの伝承に登場する天の聖獣イスラムの始祖ムハンマドを背中に乗せるとこの世から地獄天国までもあっという間に飛び回ったと言われる。 体は白い馬の姿だが頭は人間の女性で背中にはカラフルな翼が生え尾はクジャクのような美しい羽飾りがついているまれに牛の角のようなものを生やしている場合もある全身は銀色に光り輝き体はダイヤモンドやエメラルドで飾られているというから豪華だ あまりに足が速いためムハンマドが天国や地獄を旅してきた後でも出発前に倒れかけたポットがまだ倒れる途中でそれを受け止めることができたというとがその天馬ブラークに乗っていたのは聖徳太子やムハンマドだけではありませんでした このレリーフはフランス在住の研究者セリ木村さんから届けていただいたものですけども中央上にアナヒータが描かれています7本の光線がある点に注意してくださいそのアナヒータの主状解体によって生まれたのがミトラということになりますアナヒータというのはわかりやすく言えばゾロアスター教、つまりマギ教の 主神女神ということになりますす太陽神です元はマギ教あるいはマニ教あるいはミッと呼ばれていましたがゾロアスターが広めたのでゾロアスター教と呼ばれるようになりましたそれはともかくもそのアナヒータの下に描かれているのがミトラということになります ついでですがその下に3人の人間らしき人たちが魚を料理している像が彫り込んであります魚というのは現在の今でもカトリック教のシンボリックな動物ということになっていますその魚を料理しているということなんですねでまあその魚についての説明は、まあ、今日の本題ではありませんので 割愛しますがともかくもこのような形で主神はアナヒータでありその下にミトラがいてそしてその下にローマンカトリックがあるということをこのレリーフは意味しています特に魚を焼いているという、まあ、ローマンカトリックにとっては屈辱的な絵という点に注意してくださいつまりこのレリーフはゾラアスター教 そしてミトラ教の立場で彫られたレリーフということになりますその中央ミトラの左右に注意してください雲の上に馬がいてその馬に、えー、天使たちがまたがっているのがわかりますそしてそのコンセプトは永福寺に残る聖徳太子像のそれと一致しますやはり聖徳太子も 馬にまたがりそしてその馬は白い雲のようなつまり亀型 UFO の上に乗っていますそしてやってきたのがデビルズタワーということになります針葉樹の表現の仕方も一致しています、まあ、これをですねこの上の英福寺に残る聖徳太子像の中に描かれている山をですね富士山という方が無理なのではないでしょうか もう一度このレリーフを確認していただきたいと思いますこのレリーフ中央上に描かれているのが女神中の女神アナヒータですペルシャを支配した主神中の主神ということになります太陽の神ですね7本の光線がある点に注意してくださいそしてそのアナヒータが12月25日主女解体で設けたのがミトラということになります 12月25日はマギ教つまりゾラスター教の当時祭の日ということになりますつまりアナヒータはミトラのバージンマザーということになります その穴ヒータの下に彫り込まれているのがミトラということになりますで。このレリーフそのものはですね、ミトラ教の立場で作られたレリーフと思われます。その証拠に、その下で3人の人物が魚を料理しているのが分かります。魚というのは、言うまでもなくローマンカトリックのシンボリックな動物、魚ということになります。その 魚を三人の人物がですね、焼いている。つまり、ローマン・カトリックにとっては、大変屈辱的な、絵と、いうことに、なります。話を戻しますが馬にまたが、った、天使。あるいは、ミトラ自身かもしれません。その、馬が 白いいい雲の上にに乗っててる点に注意してくださいその馬はまさに天馬ブラークということになるのではないでしょうか私林宏はそのように解釈していますそのブラークに乗って聖徳太子は現在のアメリカのワイオミングにあるあの馬 デビルズタワーに行っていたということになりますこうして世界の神々は壮大なドラマとともに一つにまとまっていくのが分かります聖徳太子とミトラ教の関係については続く動画の中で詳しく説明しますどうかご覧になってください Bye for now! just have a see and a listen to a smallest relief with your heart open, then you can hear a big story of ancient times full of mysteries and wonders. here is one relief, for example, a relief most probably created somewhere in persia. you can see anahita at the top. Virgin Mother of Mitra, as well as one of the goddesses of gas in Zoroastrianism. If you see the relief, however, with your heart closed, it is just a reef with no stories that bring us no mysteries or no wonders. But it is not archaeology. I say that. Just a collection of facts is not archaeology. It's just a collection of facts which only can decorate your bookstands in your study just like printed pictures of ancient times. It does not bring out any stories or lessons and then it does not teach us anything for the future. Then I say that a more important thing is to weave a unified theory which is more logical out of these facts I show you here by knowing the history of our ancestors or the people who will live in the future. I mean that archaeology is something else about which I would like to talk in this video. ここに一枚のレリーフがあります。一枚のレリーフです。そこには女神、アナヒータとミトラが描かれています。ミトラのヴァージンマザーがアナヒータです。一見すればただのレリーフですが、その向こうには素晴らしい物語が隠されています。それがわかるかどうかはあなた自身の問題ということになりますが、 大切なことは心を開いてそれを見るということではないでしょうか。閉じた心ではそれはわかりません。年号とそれを取り囲む活字を暗記しただけではわからないということです。また考古学というのはそうであってはいけないと思います。過去から先祖たちの思いを学び、それを統合化し理論を引き出す。そして その理論を未来に役立てていく。私はそれが考古学だと思います。それをこの動画の中で皆さんにお伝えできれば嬉しいです。広し市浜松市ジャパンここに一枚のレリーフがあります。 いつどこで作られたかということは重要ではありません。重要なことは、ここに一枚のレリーフがあるということです。フランス在住のセリ・キムラさんが送ってくださいました。そのレリーフの中央上にアナヒータが描かれています。四頭立ての馬車に乗っています。ミトラの、まあ、バージン・マザーということになります。七本の光線が 描かれていまで、アナヒータというのはですね、まあ、ゾラスター教の世界においては、女神中の女神ということになります。メソポタミアにおいてはですね、最重要の女神であったと考えられます。そのアナヒータについて、まあ、研究は かなり進んでましてですね。ナバルツっていう方はこのように書いておられます。トラスター教のヤザタつまりエンジェルのことであると。最も重要な女神というわけですね。そして、金で刺繍された万刀、ミネマトイ、うんぬんと。そして、アナヒータは四頭立ての馬車で、戦車で駆け巡っていたと。そして、アナヒータはミトラの Virgin Mother であるということです。まあ、あの、神々の世界では、子供というのは、どこからか当てがわれて、ま、子供としていたわけです。そして、このレリーフの中段に彫られているのが、ミトラということになります。ミトラは、 12月25日、当時祭の日に、まあ、生まれたということになっています。ミトラです。馬屋で生まれました。で、ミトラ。これは問題ないと思います。ですね。一番上が穴引いた7本の光線を持っています。その、 ミトラの下にですね、大変興味深いものが彫刻されています。三人の人に囲まれて、この中央のところに魚が彫り込まれています。どうやら三人の人が魚を料理しているようです。魚といえば、キリスト教のシンボル的な存在です。魚イコールキリスト教のシンボルと考えて、 良いわけですけども、その魚は、もともとは、子宮から生まれています。魚と子宮というのは、ギリシャ語では、同義語ということです。いわゆる、まあ、魚イコール子宮子宮イコール魚というわけですね。そのことを、この論文が説明しています。つまり、まあ、子供を産むという意味から、子宮が使われた。その子宮と、魚と同義語であった。ですから、キリスト教では、魚を、 まあ、シンボルマークとして使うようになったということです。まあ、形も、と言いますか、なんとなく雰囲気も似てるっていう感じがしないわけでもありません。で、その3人の人たちがですね、ここで魚を料理しています。ここが、まあ、一つのポイントということになるわけですね。これは、セリ・木村さんが指摘してくださいました。つまり、このような形で3人の人たちが 魚を料理している。すなわち、キリスト教のシンボルを焼いて料理しているということになります。つまり、このような形で、このレリーフはですね、ミトラ教の優位性、あるいはその上のゾラスター教の優位性を示しているということになりますが、ここで終わったのでは面白くありませんね。 そこで中段、ミトラの左右に描かれている二人の人物に注意してください。ホースマンが雲の上に乗っています。ここですね。ホースマンが雲に乗っています。雲に乗ったホースマンが彫刻されています。で、この絵と同じ構図で描かれているのが英福寺に残っている 聖徳太子像です。この聖徳太子は馬にまたがり、亀のようにも見える白い雲に乗っています。構図が同じということですね。神と馬と雲。この組み合わせはですね、果たして偶然なのかということになります。これが永福寺に残っている聖徳太子像です。聖徳太子は 馬にまたがり、そして雲に乗り、とある山へやってきました。その山がですね、アメリカのワイオミングのデベルスタワーと酷似しています。上面が平らで縦の線が走っています。そして下の方には新葉樹まで描かれています。これがデベルスタワーです。上が聖徳太子像の中に描かれている山です。下が実際のデベルスタワーですね。 木を中深く比較してみてください。同じように信用樹が描かれています。まあ、これをただ単なる偶然と片付けてしまって良いものでしょうかということになります。皆さん自身で確認してください。しかも聖徳太子は馬にまたがり白い雲に乗っています。これが英福寺に残る聖徳太子像ですね。そして右が実際の写真です。 中深く比較してください。何この日本では、左のこの山をですね、富士山としています。これは富士山を描いたものであるとですね。これについては私はノーコメントです。皆さん自身で判断してください。で、この絵の出所ですね。 どこからこの絵が出てきたかですけども、この絵は、例によって例のごとく、旗氏の周辺から出てきているということがわかりました。で、まあ、謎の種族ですね。真の始皇帝の末裔とされる旗氏の周辺から出てきているということです。誠、まあ、にもって、謎めいた 氏族ということになります。そしてその神社が京都府、京都市に現在も残っています。まあ、有力な都イ系氏族であるということです。その旗氏の周辺、誠、まあ、にもって謎めいた氏族の周辺から永福寺に残る聖徳太子像の絵が出てきているということですね。 真の始皇帝の末裔とされています。そしてその周辺から実に奇怪な、まあ、まさしくワイオミングのデビルスタワーとしか言いようのない山が描かれているということですでこの真の始皇帝とガンダーラブス、そしてギリシャ彫刻との間には 密接なつながりがあります。それを証明するのが、私、林広氏のナスカ理論ということになります。そのナスカ理論を使って簡単に説明しておきます。これが平和用ですね。この平和用の中心点からナスカに向かって線を引きます。平和用はシアンの東30キロにあります。その途中に 新主皇帝の両母があります。この上の黄色い線は平和用から引いてきた線です。プラットフォームが見つかります。そしてそのプラットフォームを正確に縦に割ります。マウンドが作ってありますから位置も正確に取れます。この黄色い線ですね。この黄色い線は平和用から引いてきた線です。これを A としておきます。今右の方に A を移しました。で、もう一本。 左の方にも、えー、あります。これはあの、両母から引いてくると正確に重なります。平和養からだとほんの少しですけども、エラーが、見た目にはわかりませんけども、エラーが出ます。ともかくもこれが平和養、そして新主皇帝の両母から、まあ、両母から引いていただくのはいいと思いますけども、両母から引いてきた線です。そして、下のプラットフォームへとつながります。そして、ルンビニ、アテネ、オリンピア、まあ、ガンダラもそうですけども、 これがまあ、ルンビンですね。そして途中にラホールいや。ラホールでややエラーが出ますけども、ラホールは大きな町ですし、まあ、どこに点を取っていいかわかりませんけども、ガンダーラブスのメッカです。そしてアテネの北方、ハテネ市の北を通って、そしてオリンピアの上を新直線に横に行って、そしてその線はですね、右がアテネですね、都市です。そして左がオリンピアです。そしてその線は先ほどの A のプラットフォームへとやっていきます。そしてこの 頂点のところで、先ほどマウンドがあ、あ、あるといったところで、まあ、あの、平和用からのラインと、ここで重なります。そして、それを伸ばしますと、左側のプラットフォームへと繋がります。そして、先ほどの縦にですね、えぇ、ー、新之思考廷の両方から引いてきた線と、ここでプラットフォームを共通にします。まあ、このように、ナスカ理論を使うとですね、まあ、それぞれの文明、文化の、ま、関連性までわかるというわけです。 つまり、この直線はですね、ずーっと行きますと、オリンピア、アテネ、そしてラホール、ルンビニ、ブッダの生まれ育ったと言われているルンビネと繋がっていきます。まあ、長い、長大な、あ滑走路ですから、それだけ重要な滑走路であったということになります。左も一応、平和用の、ああ、ラインということにしていきますけども、先ほど言いましたように、真の始皇帝の両方から引いてくると、まあ、 全く、あの、エラーなく重なります。そして、そのラインで繋がっている。すなわち、これらの、えー、像はですね、それぞれに関,関連性があるということになります。これが林宏氏のナスカ理論です。で、結論ということになりますが、たった一枚のレリーフですけども、この中にはいろいろなドラマが 織り込まれているということになります。繰り返しになりますが、最上段に描かれているのが、7本の光線を持ったあのヒータです。まあが、女神中の女神ということになるわけですね。そして、その下に描かれているのが、ミトラということになります。となりますと、ゾロアスター教の主神は、ひょっとしたら、まあ、アフラマズダーと並んでですね、 アナヒーターではなかったかと思われます。まあそれをですね、ゾラスター、すなわちザラスストラが広めたから、ゾラスター教というようになった。もともとはマギ教と呼ばれていました。そして一番下にですね、魚を料理する三人の人が描かれています。まあ日本風に言えば、魚を焼いているということになります。で、これは、 まあ、魚を焼くってことによってですね、キリスト教を侮辱しているってことにもなるわけです。まあ、そうしたドラマがこのレリーフの中に含まれているということです。その一つとして、雲に乗ったホースマンも描かれているということになります。大切なことは、その向こうに隠されているドラマから一つの理論を引き出し、それを未来に 役立ててていくってことですねそれでは皆さん、バイ。Hello, this is Taka in Tokyo, k m e a Sister Orion, and Hiroshihaya Japan. Sh Shi Japan.Shotok Taishi, who has been to Devil's Tower, ワイオミング USA。これが英福寺に残っている聖徳太子の絵図です。右がワイオミングのデビルズタワーです。で、聖徳太子はこのデビルズタワーに行っていたに違いないという話です。英福寺には大変、まあ、奇妙な絵図、聖徳太子の絵図がね、 え、何枚か残っています。その中の一枚がこれなんですけども、聖徳太子がですね、馬にまたがり、まあ奇妙な形をした山の近くを飛んでいます。で、この山についてですね、まあ一般的には富士山であるというふうに説明されています。しかし、本当にそうでしょうか富士山でしょうか私はこれはワイオミングにある デビルスタワーにそっくりと言いますか、だと思います。まあ、とびもない話を、えー、しているようですけども、外堀を攻めていきますと、まんざらそうでもないということが分かってきます。これはケミヤさんが指摘なさったんですけども、してくださったんですけども、この山のふもとにですね、まあ、信用樹、針葉樹と思われる木が描き込まれてるんですね。 まあ今でこそね、あの、ヒノキ、スイノキっていうのは植林されて、日本中どこでも見られますけども、信葉樹っていうのはやはりこう、葉樹なんですよね。まあそれがこの、まあ、聖徳太子の映像の中に書き込まれているということなんですね。まあなんというまあ類似性でしょうということになるわけです。で、まあ、高院東京さんがいろいろ調べてくださいまして、さらに興味深いことが分かってきました。で、これはあの、聖徳太子の 絵だと。で、それを描いたのがですね、なんと、はたしなんですね。はたうじって言うんですかね。はたうじの一人なんですね。で、この頃、まあ、聖徳太子とはたうじとは、非常に、こう、濃密の関濃密な関係にあったというわけです。なるほど。ということで、まあ、はたうじについて調べてみました。 で、旗氏のですね、これが、あの、氏神を、氏神神神社があるんですね。で、ウィキペディアによれば、東刊氏、東刊氏っていうんですかね、あの、虎池、え士、ー、族であると。まあ、中国からやってきた士族であるというわけですね。えで、その旗宇治、旗氏、 がですね、まあ、真の、まあ、旗という字から,字からもわかりますように、真の始皇帝の末裔であると。ここでまたなんかこう引っかかってくるんですね。で、この真の始皇帝といえば、ご存知のように、平和洋を作るわけです。平和洋を作るわけですね。平和用の兵士たちです。そして、ガンダーラブツとギリシャ彫刻とこう三者は、同じ、まあ、エイリアン、 私たちが神と呼ぶエイリアによって作られたということは前にも証明いたしましたが、ここでもう一度簡単に説明しておきます。これがあの平和洋ですね。市ンの東30キロのところにあります。で、平和洋の兵士です。ここ,こからあのナスカに線を引いていますと、綺麗な滑走路が見つかります。皆さん自身でご確認くださいね。上から来ている線が平和洋から引いてきた線です。もう一度やってみますと、 真を送ってますが、まっすぐにこの、えー、滑走路を横に行っていきますね。緯度経緯度はここに示しておきますから、ご自身でご確認ください。もう一本実はあの、平和用の空の線があるんですね。それは左の黄色い線です。で、この黄色い線、二本、まあ、いわゆる2本滑走路があるということなんですよね。で、この線を伸ばしてますと、やっぱりこの細い、左側の方は細くて長いですけども、この滑走路の向かって右側を、 通って、下のプラットフォームへと繋がっていくわけです。まあ、これちょっとあの、記憶に入れておいてくださいね。そこで今度はルンビニ、アテネ、通ってナスカに線を引いています。ルンビニの、ま、シャカ、ブッダの、え、生まれ故郷ですね。ここから、ナスカの方に線を引いています。途中で、ラホールを通ります。ガンダーラブツのメッカですね。え、そしてその、この直線がですね、アテネを通っていきますが、 アテネ、オリンピアを,を通っていきます。で、まあ、ちょっと拡大してみますと、やや、アテネ、アテネは大きな町ですからや、ややアテネの北方を通って、そしてオリンピア、オリンピアを通って、そして、えー、ナスカやっていきます。そして先ほどの平和洋から来た滑走路のちょうどう上ですねあの、きれいにそこで重なって、そして、あのー、日本の滑走路へとつながっていきます。まあ、偶然といえば、 もうこれは偶然とは言えませんね。で、もう一度よく見てくださいね。あの、日本の線がですね、あの、日本というか、その右側の滑走路のちょうど頂点のところ、頂点というか一番高いところで重なるということです。これが、この日本が、これが、テラコッタアーミー、平和洋から引いてきた線です。そしてこの横の線、右の方から引いてきた線が、これが、ルービーから引いてきた線です。滑走路のちょうど上の方で、というか上で、 って、まじまじっての分かりますかそして左の滑走路、平和洋から引いてきた左の滑走路は、このプラットフォームで一つにまとまるわけです。で、私はこういうことから平和洋と、平和洋と、それからガンダーラブツとギリシャ彫刻は、私たちが神と呼ぶ同じエイリアによって指導され作られたというふうに結論付けました。で、聖徳太子はどうかということなんですよね。 で、もう一つの聖徳太子のこの絵図に戻ってみますけども、えー、高井東京さんがさらに新しい情報を送ってくださいました。この絵を描いたのは、なんとダビデ神社、大酒神社のですね、まあダビデ神社と言わ,言われてるんですけど、大酒神社の二十歳だというわけですね。二十歳の一人だという、二十の一人ですね。で、この二十歳がですね、あの、聖徳太子からあの、聖徳太子の下で活躍していたと。 そして、旗氏氏がですね、旗氏がですね、聖徳太子から魅力菩薩繁華シーゾを賜って、それを、えー、京都最古の寺と言われている恒隆寺を建てて、えー、その恒隆寺にこの魅力菩薩繁華シー像を安置したと。まあ、こういった、あの、記述を探してくださいました。もう,もう少しわかりやすく言いますと、旗氏というのは真の思考というの末裔だと。そして聖徳太子は旗�氏と、 非常,非常に近い関係にあったと。で、旗氏は聖徳太子からハンカシーゾを賜って、それを京都で一番古い交流寺に安置したと。こういうことなんですね。これであの、なんて言いますか、ミロクバササハンカシーと、それから、まあ、聖徳太子をつなぐ。そして旗氏。旗氏とそれから、真の始皇帝をつないでいくっていう、まあ、人との関係が、まあ、有機的に浮かび上がってきたわけであります。 もう一つ、この奈良の法流現在ね、中宮寺に、まあ、ミルクフォザス繁華シーズはありますので、そこと、それから、ガンダーラのラホ法を線で繋いでみます。その間の距離が5650キロなんですね。まあ、まあ、人間が行き来できる距離ではもちろんありませんでしたね。 というのはこれは直線距離ですから。実際にはガンダーラから、あのー、日本を目指す場合には、ヒマラヤ山脈の三百の北、た回りルートを通って行かざるを得ませんでしたからね。これがあの、ミロクボサスハンカシーゾ像です。左がガンダーラ仏を代表するミロクボサスと像です。ともにミロク、すなわちミレ、すなわちミトラ系の、ミトラ系というかミトラですよね。そしてこの、特に目なんかがね、目のコンセプトですね。非常によく似てるというか、まあ同じですね、これは。 そして腫れ合わせてみますと、この両者は何、何ら違和感もなく綺麗に重なるんですね。ただし、鼻の長さと太,太さだけはバリエーションを加えて書いてあります。特にまあこうして見ていくんですけども、髪の,髪の毛の中のもやもやも一致しているんですよ。さらに喉の下を見てください。そのシワまで一致するんですね。皆さんご自身でご確認ください。ということはですね、これらの像2つはですね、いわゆる 3D カルスカルプティングですね。彫刻機械コ。コンピュータライズされた彫刻機械によって彫刻されているということなんです。もう一度繰り返しますけども、5650キロですよ、皆さん。そしてこの目の作り方を見てくださいね。まぶた、上まぶたを特に線を追っかけてみてください。やや上がって、やや下がって、やや上がるって、このコンセプトね。そして両,両者とも薄い目を開いています。すなわち、 これら両者は、えー、なって言いますか。もう、繰り返すの、何度も繰り返しましたけども、いわゆる、えー、3D プリンティング、あるいはスカルプティングテクノロジーを使って作られたということです。それがお互いならば、もう一度このドの下の、似せる必要のないところまで、同じであるとこ,ろところに皆さん注意してください。ということを考え合わせていきますとですね、あの、いわゆる、まあ、聖徳太子の周りにですね、 ま、あの、エイリアンがいたと言わ言ってもですね、なんだおかしくないわけです。もう一つこのナスカを見てください、えー。これナスカ理論で証明できるんですけどもね、あの、黄色い線が、えー、ルンビニスへからアテネから来た線。そして、縦線が平和洋から来た線。そして、えー、ガンダーラブスと、えー、日本の、えー、ミドクブサス島とは、ハンカシーゾーとは、あのー、つながっていくわけです。 ということを考え合わせますとですね、えぇ、ー、たが、東京さんが送ってくださいました情報をもう一度皆さん読んでいただいたんですけども、はたが、旗氏うじの,あの一人がね、この絵を描いたと。そしてそれは、まあ、一般的な日本人の常識を超えた世界で描かれたということですね。ということを考え合わせますと、やはり、えー、聖徳大将は、聖徳大将はということになるんですね。まあ、それはまあ、 はい。楽しいですね、この話は。で、もう一この考えてみますと、これは、あの、いわゆる旗、真の思考的、真のね、松江が、松江の旗氏の絵師が描いた絵だってことになるわけですね。そして、この聖徳太子は、その、なんて言いますか、馬にまたがりこの山にやってきた。この山はどこかといえば、えー、アメリカの、現在、ワイオミングのデビルズタワーであると。そう考えたところで、なんだ不思議ありませんね。 自由に空を飛び、自由に空を行き来できる人たちによって、まあ、この絵は描かれたということになります。で、総合的に判断しますと、結論ですけども、聖、えー、徳大使は、えー、アメリカのワイオミングの、えー、デビルスタワーを、行っていた、えー、行っていたということになります。まあ、キーパーソンは旗、旗た、うということになります。えー、もう一度、まあ、しつこいですけども、もう一度この、えー ナスカの、えー、写真と、それから、聖徳大使を見てください。その間に、えー、いるのが、聖徳、旗、え、氏、ー、ということになります。ですから私はまあ、あなんて言いますかね、聖徳大使がアメリカへ行っていたと言われてもねあ、そうですかと。何も不思議には思いませんが、皆さんはどうでしょうか。というとっても楽しい話でした。Thank you very much for watching. and see you again next time. Bye.、Ah, それから See Star Orion さんあの、いよいよ、はたうじが出てきましたのであの、いろいろと情報をまた送ってください。どうもありがとうございました。Bye.Hello. This is Hiroshiyashi, h a Hamamasuri, Japan.Mystery of a Line on the Neck.Two sculptures created with 3D Computer Technology. 二つの像の謎。これは中宮寺にあります、ミロク菩薩ハンカシー像です。これはガンダーラブを代表するミロク菩薩像です。これら両者は鼻の長さと太さを除いて全く同じです。で、首の下のラインを見てください。首の下にラインがありますね。こんなラインまで 一致していますこれらは 3D フォトグラフテクノロジーによって作られました。でないというならば、なぜ首のラインまで一致するのですかそれを説明してください、えー。古いビデオですけども、2013年の2月に発表しました動画を見てください。まず、 ですね。この二つの像がですね、遠く離れて5600キロという距離がその間にはあります。この5600キロという距離、直線距離にしてですよ、離れた両方って言いますか、両端で同時、ほぼ同時だと思いますけども、像が作られたということは、どういうことなのか、皆さんの なんて言いますか。心を開いた良識を、に従って判断してみてください。まあ、これはあの、古いビデオですけども、当初私は、これを知ったとき、心が震えると言いますか。ほど驚きました。順に精査していきますとですね、この髪の毛にあるもやもやまで、まあ、あの、 中宮寺のハンカシー像の方は、まあ磨かれたと言いますか、まあテカテカになってますから、ラインがわかりませんけども、もやもやまで一致してると。特にこの目の形、団子の付け根の、まあなんて言いますかね、あのー、コンセプトと言いますか同じですね。そして、プロポーションもちろん同じですから、貼り合わせても同じです。まあわかりやすく言えば、中宮寺のハンカシー像を中央でやや広げたのが、 ガンダーラの、うう魅力菩薩を殺像ということになります。で、これについてですね、まあ、いろんな方からいろんな意見をいただいてますけども、まあ、私の意見に対してね、とやかく言う前に、皆さん自身の目で見て、自分の、なんて言いますか、思考力で判断していただきたいと思います。偶然だ。 偶然だとね、否定することは簡単なことです。1%のね、本当に1%の、えー、ミスや間違いを捉えて99%を否定するというのは、まあ、私たちの世界では、荒探しと言います。まあ、例えば私これ上から正中線をずっと下へ引っ張ってきたんですよね。で、まあ、このように正中線が下へ降りてくるわけです。で、ガンダーラブツの方も同じように、 中心点を取りまして、特にあの、眉間、鼻の中心から下を下ろしてきますね。下から取ったわけじゃないんですよ。そして、この幅がですね、やや、このガンダーラ仏の方は、仏かガンダーラの魅力菩薩像の方は、やや広がっているわけですね。で、このポーションは同じであると。で、この、 尾光のね、あの上から下ろしてきた正中線がやや微あの,鼻孔の中心よりもやや線が左寄ってるってところも、これまた絶妙なところですね。で、貼り合わせてみました。全く違和感がないんですね。二つの像をこういうの、このように貼り合わせて、これほどまでに違和感のない像ということはあり得ないんですね。試しに皆さんいろんな像でやってみてください。まず合いませんから。そしてこの輪郭。 カーブの取り方。それから、あの、髪の毛ね、薄くあの、ハンカシーゾの方は、あの、ラインが見えますけども、そのも、その形も同じですね。そして、団子。ま、あの、形そのものはね、あの、ハンカシーゾの方は2つに分かれてますが、そして、この、なんとなくこのぼんやりした,した線を見てくださいね。明るくしますと、下の線が浮かんできますね。そして、その、なんて言いますか、その下に、まあ、 ハンカシーーの方には、もやもやとした線が現れてきますけども、それも、まあ、この段階ではよく似てるとしか言いようがありませんね。えー、さらなる検証が進めば話は別だと思います。そして、こんなところに、まあ、ハンカシーーの方は何か知らんけども、その、イボのようなものがあるんですけども、同じところに同じように、ガンダラブスの方にも、まあ、イボというかね、あの、突起物のようなものがあるわけです。 で、まあ、これ、あの、これ以上はね、あの、精査できませんのでね。まあ、この程度にしておきますけども、まあ、何かがあるということですよね。まあ、これは、あの、クエッションマークということにしておきます。で、カムレの付け根、あの、団子の付け根、そのあたりを、ま、正確に見ていただきますと、その付け根の幅まで同じであるということですよね。繰り返しますが、双方の間には直線距離にして、5600キロという距離があります。 まあ、このことをね、あの、東博の学園員の方に話しましたら、学園員の方は即座にこう言いましたね。えー、昔は師匠というのがいて、その師匠の通りに弟子たちが作るのが習わしになっていたから、おかしくない。しかし、ガンダハラと、ガンダハラと奈良ですからね。師匠がやってきて、そして指導したというのでしょうか。 私は大きな疑問、その時に大きな疑問を感じました。で、この髪の毛のぐるっと上がっているところですね。そして、こう色を同じようにつけてみますと、区別がつ,つきませんね。そして、鼻の付け根って言いますから、眉毛、鼻のラインがそのまま眉、眉のラインになっていくわけですけども、この目。特にはこの目ですよね。あの、この鼻の付け根のラインも、 同じですけども、えー、同じようにこの鼻のラインが眉毛になっていくという、この、いくらあのね、似てるいたって、こうしたコンセプトは、これはまあ、あの、ギリシャ彫刻も似たような方式を使ってますので、でね、特に私は目に注目したんですね。そしてこれが上や,や上がって下がって、そして上がると。で、中宮寺へ、私は電話をかけてね、あの、聞きましたら、中宮寺の方が親切に教えてくださいました。ハンカシー像も薄目を開いてますよって。 そういう親切な方もいらっしゃいますね。そして、こうしてずれ、まあ上と下を比べてみますと、ただあの、残念なことはね、あの、ガンダーラの魅力菩薩像につきましては、側面の写真をかなり探してみたんですけども、ありませんでした。ですからまあ諦めましたですけども。そしてまあ唇はですね、あの、このように違いますが、しかし作り方のコンセプトは同じだということです。いわゆる横伸ばししたっていう感じがしますね。 そしてこの左のザラザラ感とい言いますか。両方にそのザラザラ感があります。そして目まぶたの下。これもやっぱり、これはちょっとあの、中口の方ははっきりしませんので、まあ、ここ、ペンディングということにしておきます。そして輪郭は全く同じであるということですよね。まあ、続くビデオの中で、これ、ここまであの、詳しく精査してありませんので、疑問に持たれた方も多いと思いますけれども、なぜこんな像が5600キロも離れて、 作られたのかということなんですよね。そのことをまず皆さん、あの、冷静にと言いますかあ、皆さんの、その、いわゆる純正な心と言いますかね、心を開いた目で見ていただきたいと思います。こうして、えー、まあ、中宇それから、えー、ガンダラのミロクボス発動できたんですけども、ミロのヴィーナスと、 それから、ガンダーラ仏を代表するシャガリュー像。これは今現在日本にあります、東白に語ってありますけれども、髪の毛のパターンは同じであると。ただ、あの、太い細いっていうランダムはかけてあります。そして、その、ガンダーラ仏と、それから中宮寺の、え、魅力菩薩、ハンカシー像は、これまた同じであると。同じと言っていいですね。むしろ逆にね、鼻の長さを変えることによってバリエーションをつけたというふうにも考えられるわけです。このように、点と点はですね、 線で繋がっているということです。ということで、もう一度最初の話に戻りますが、今日のポイントはですよ。まあ、真似て作ったと。それはわかる。わかります。しかし、どうして首の下のシワまで同じに作る必要があったのか。また、どうして同じなのか。まあ、私のことを否定する人は多いと思いますけども、まず、この疑問を 考えてみてください。なぜ同じところに同じような線があり、そしてそれが左右一致するかということですね。ということで、続くビデオの中で、あの、聖徳太子の謎、聖徳太子の実像、すなわち、真の顔はどんなものであったかという謎に迫ってみたいと思います。以上のことをどうか頭に入れてご覧ください。Thank you very much。Hello. This is Hiroshima t Japan. 聖徳太子 is m i t r The real image of 聖徳太子 or 馬宿の王子 or the prince of a stable. 聖徳太子の絵や像はいくつか残っています。しかしこれらの絵や像は聖徳太子が昇天した後書かれたり作られたりしたものです。 では、聖徳太子の実像はどんなであったか。その謎について今日は考えてみたいと思います。馬屋との王子。馬屋で生まれたから馬屋との王子と呼ばれるようになりました。中央はアスカデラの太子像です。そして右の方が 私たちが持っている聖徳太子のイメージです。本当にこんな姿をしていたのでしょうか彼は誰なのか彼はどこから来たのかそしてどんな顔をしていたのかその謎を解く鍵が二つの魅力菩薩像にありました。 右が奈良法隆寺です。左がガンダーラ仏のメッカ・ラホールです。ハンカシー像です。弥勒、菩薩像です。その間の距離は5650キロあります。この5650キロの距離を超えて、二つの像は同じです。 右がミロコ、弥勒菩薩半跏思惟像です。左がミロ、弥勒菩薩像です。この両者を比べてみますと、プロポーションは全く同じです。鼻の長さと太さを除いて、全く同じです。二つを貼り合わせてみますと、違和感なく、 一致いたします。輪郭、髪の毛の付け根、目の感じ、そして喉の下のシワを見てください。こんなところまで同じなので、同じです。ということは、これら二つの像は、やはり 3D コンピューター、テクノロジーを使って作られたということです。ここまで似せる必要はありません。 この像が、いわゆる、まあ、私たち人間の、まあ、能力を超えた世界で作られたということですね。目の上,上、上、上まぶたのラインを見てください。やや上がって、やや下がって、やや上がる。全く同じなんですね。今言いましたように、鼻の長さと太さだけは違います。それを除けば、 同じだということです。ここに、まあ、聖徳太子の謎を解く鍵がありました。これが、まあ、私たちが今知っている聖徳太子像ですね。そして中央が先ほども言いましたように、アスカの太子像です。馬宿の王子と言います。 頭を見てください。ちょっと変わった頭をしてますね。そして棒を持っています。この頭はミトラのフリギア棒と似ています。そしてこの棒をシャクと言います。ミトラも同じように棒を持っています。 これはミトラが12月25日に生まれた時の様子です。三人の賢者がやってきてミトラを祝福しました。ミトラは馬屋で生まれました。馬屋で生まれました。これが中宮寺です。その中宮寺、立花の大いらつめがですね、いわゆる聖徳太子の妻ということになりますけども、 立花の大いらつめが聖徳太子の死後、こんな曼荼羅ラ長、天寿国マンダラ州長を作り、そして聖徳太子を供養しました。それについては後でもう少し詳しく述べますが、馬宿の王子が亡くなると、立花の大いらつめは天寿国マンダラ州長を作り、そして はっきりと記録は残っていませんけども、この、えー、ハンカシー像を供養し、そして、聖徳太子をしのんだものと思われます。その、ハンカシー像、ミロコブサスハンカシー像は、どこかミトラと雰囲気が似ていますね。 もう一度、よく見てください。私の話がですね、ファンタジーだと思う前に、もう一度この事実を確認してください。ガンダーラを代表する魅力菩薩像と、法隆寺、中宮寺に残っている繁華シーがですね、 5650キロという距離を超えて同じだということです。 半ーシ子ー像は分かりやすく言えば、クスの木の組み木でできているということですね。もう一つ半ーシ子像を見てください。左がミトラ像です。どこか雰囲気が似ていますね。ということで、終わるわけではありません。これからが、 まあ、いわば、本題ということになります。聖徳太子は、誰だったのか、どんな顔をしていたのか、そのヒントが、立花の大井らつめの残したと言われている天地国、ンダラ州庁にあります。これはですね、聖徳太子が亡くなった、と言いますか、昇天したときにですね、まあ、亡くなったという言い方は適切でありませんね。天から、死者が、 死者の一行が来てですね、そして聖徳太子を連れて帰るという様子を表したものです。現在残っているのはこの6枚だけだそうです。この6枚の絵を見ただけでもですね、聖徳太子がいかに重要な人物であったかがわかります。まあ、なんて言いますかね。まさに天からですね、神々の一行がやってきて、 そして、聖徳太子を、まあ、今でいう宇宙船、これがそうですけども、それに乗せて月へ帰っていくという天へ帰っていく天獣国ですね。まさに天獣国へ連れて帰っていくということです。ですが、それだけではありませんね。ここが重要ですが、立花の大いらつめはですね、その様子を目撃したのですね。そして、 立花のおいらつめはその時の様子を何とか形にして残そうと。そういうふうに考えたのだと思います。そこには強烈なインパクトがあったと思います。そしてそれが強烈な動機となって何としても残さなくてはいけないということで、わざわざ刺繍にして、そして絵にして、そして後世の私たちのような人間に その事実を伝えようとしたわけです。その大いらつめの心は今の私に通じます。私も四十数年前、ワイフと二人で巨大な UFO を目撃しました。強烈なインパクトでした。そしてそれが今、こうしたビデオ作りの原動力となっています。立花の大いらつめも、 私と同じようなインパクトを受けたはずです。そして、そのインパクトが、このマンダラ集長となって、なったと。そういうふうに私は考えています。と、同時に、同時に、聖徳太子は、ミトラ、まさに神ですから、多分、これは直接的な証拠があるわけではありませんけども、 立花のおいらつめに、こう言って、ハンカシー像を渡したのではないでしょうか。つまり、私がいなくなっても、寂しく思う必要はないぞ。と、私の代わりに、このハンカシー像を置いておくから、寂しく思うんじゃないぞ。というふうにして、立花のおいらつめのもとに、 弥勒菩薩半跏シー像を置いていった。と私は考えています。そうでないと言うならば、もう一度、このガンダーラ仏と、そして法隆寺。まあ、中宮寺というのは法隆寺から500メートル前後しか離れていませんけども、残っている弥勒菩薩半跏シー像を見比べてみてください。 普通ではない。つまり、私たちの、いわゆる一般的な常識では理解できない世界の話ですよね。二つの五千六百キロも離れた地点で作られた二つの像が一致しているということです。その事実と、立花の大いらつめの心を 考えてみてください。すなわち、これが、これが、聖徳太子の実像ということになります。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye.